はいどうも、良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はラガーズの公式戦の予想をお届けいたします。ビクトリアですね、ビクトリアカップの、リーグ初戦の予想をお届けします。お相手はリミックスさんです。ちょっとね、この日良平が参加できなかったので、先週あの、ね、他のメンバーのみんなに頑張ってもらって、どうにかね初戦を取ってもらいたいところです。はい、先頭バッター1番は久保さんです。さあね、左の強打者、めちゃくちゃいいスイングをするので初球から注目です。はい、打った。初球からこの打球がセンターの頭を越えていく、悠々と来ましたね。さあ、そして三塁まで行くか行くか。はい、ただこれがアウトとなってしまいます。シュートプレーに阻まれてアウトに。これね、ちょっとね、サードコーチャーのね指示もあったみたいですね。まあ、やっぱいかにコーチャーの存在が大切かっていうのを思い知らされたプレーとなりました。はい、2番のウルーさん、これは痛い、デッドボール背中にもろに食らいましたが、まあ、出塁となります。まあ、痛いですけどね、まあ、出塁できたことはいいんじゃないかなと。はい、3番は柳中、まあ、普段はね4番に立つことが多いんですけども、この日は3番バッターとなっております。はい、この空振りで3位に盗塁成功、チャンスです。まず初回で1点ぜひ奪いたいところ。2ストライク追い込まれて、これを逆方向へコンパクトに放つ、鋭い打球はあっという間に外野を抜けていきます。いや、ナイスバッティング。はい、延滞取り2ですね。これで初回に先制することに成功しました。ナイスバッティング。さあ、続く4番は校長翔平さんです。翔平さんもね、普段最近っていうか、あれか、普段というか最近は2番だったんですけど、こう4番に戻ってきました。そしてこれ崩されながらもレフトへ。さあ、2塁ランナー柳中がゆっくりとホームイン、技ありタイムリーで2点目となります。ナイスバッティング。いいですね、いい流れですね。さあ、5番リッキーさん、リッキーさんもね好調ですからね。はい、これただピッチャーゴロとなってしまいますが、これがうまくいかず、はい、やべ、いきましたね。ワンアウトランナー1、2塁となります。さあ、柴田さん、ただこれが三振となってしまいます。めちゃくちゃ悔しがってますね。ちょっとね、甘いボールではあったので、柴田さんなら捉えられたかなと思うと、まあ確かに悔しい気持ちがあります。はい、そして神田さんの打球、転がせばなんかあるのが臭い系ですからね。そしてダッシュ、いや、いいダッシュですね。さあ、ヒロト、ちょっとここのところ不調気味ですが、これが伸びないかのパワーでしたね。まあ三者残塁でしたけれどもね、最後、まあ、2点先制することができました。はい、じゃあ先発マウンドには龍河が上がります。はい、いいですね、初球から走ってますね。さあ、2ボール2ストライクとなって、このボール、ジャーソルキン、先頭見逃し三振に抑えます。ナイスピッチです。はい、お次のバッター。はい、ただこれまで当てちゃいましたね。申し訳ないです。はい、そして、ここも、フォアボールとなってしまい、ワンアウトランナー、1、2塁となります。はい、この打球、フラフラっと上がった打球、ショート、ブリューサーがガチンとキャッチ、ツーアウトです。はい、これ、崩して、あらかウルさん、しっかりとさばいてアウト、ピンチを勝ち無失点となります。ナイスピッチ。さあ、ラガーズの攻撃、9番の谷田、谷田もね、ちょっと去年と違って打撃苦しんでるんで、そうですね、これですね、ちょっと外のボール振らされてしまいました。はい、ワンアウトとなります。はい、そして先頭帰って、久保さん、先ほどはね目の覚めるような初球から一打を放っておりました。さあ、この打席は3ボール1ストライクとなって、はい、しっかりと選ぶんでフォアボール。この打席もね失礼しましたよ。さあ、ウリュウさん、はい、盗塁成功、いいですね、これチャンスですよ。この回もチャンス作りましたよ。はい、この高いバウンドの打球、ファーストセーフ。やっぱね、ダッシュって大事ですよね。打ち取られたと思ってもダッシュしていればファーストセーフになりますからね。はい、そして先ほど強烈な打球を放った柳中、
この際に一塁ランナー瓜生さんがスタート。これでゲッツー投げられましたね。はい、これこちら、うわ、早い。ちょっと見失ったと思った瞬間、超高判断で三塁ランナー久保さん一気に帰ってきました。いや、ナイス判断ですね。はい、そして矢中のこの打球はほとんど落ちる。はい、しぶとく落としてタイムリー。この回もね、2点目入りましたよ。さあ、次バッター翔平さん、ここで高々と上がった打球だが、レフト前に落ちる。これもしぶとくいきましたね。やっぱね、レフト下がりますよね、翔平さんの打体を見ると。はい、そしてユッキーさんのこの打球、センターおーとっ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 と、セカンドランナー矢中飛び出してしまいましたね。あまりにもいい当たりすぎてセンターライナーで戻れず、ゲッツーもまあね、この回2得点さらに2点追加することができました。はい、2回のマウンドにも優雅が上がる。先頭三振に取ります。ナイスピッチ。はい、お次のバッター、これまあね、打球早かったですね。これはね、素直に打たれましたね。ナイスバッティングです。はい、そして三振、これファースト投げる、もうセーフ。久保さん肩も強いな。はい、次々追い込んでいましたが、フォアボールとなります。座ってランナー1、2塁。はい、この場面デッドボールですかね。足当たりましたからね。はいはいはい、デッドボールとなってしまって、これでね、ツーアウトながらランナー満塁となってしまいます。さあ、無失点で切り抜けたいところ。これがサードパーク。はい、バウンドした打球、ファーストに送球してアウト。満塁のピンチも無失点に抑えております。さあ、ラガズの攻撃、6番の島さんから。これをね、ちょっと詰まらされた形になってしまいましたね。じゃあ、ゴロとなり、ワンアウト。さあ、神田さん、神田さんもね、去年と比べるとちょっと打撃がまだ寂しい気持ちもあるので、これセカンドうまいっすね。しっかりと前で打っていきますね。はい、さあ、バッターはヒロト。はい、これヒロトって上がった打球といったところで、本日はここまでチャンネル登録よろしくお願いします。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アシャー！ゲー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 、そう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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。